こそベルはいよここは夢と現実、はい、というわけで、あなたのお姿とその分何年ぶりだろう6年6年はいつかな、でも5、6年ぶりぐらいだよね多分ね、うん、それで5分6、7年ぶりぐらい、2015年とかでしょ、このところゲームが盛りってたのって確か2015、6年以来なんで、6、7年ぶりとなります P4U2 のイベント。さあ、家庭用が、3月の19日だっけな、ぐらいに出たということでリマスター版で、にわかに盛り上がった感じがしまして、最近ね、格ゲーからご無沙汰だった人たちも湧いておりましたが、今は何、スティーム版と P4 いやじゃねえ、プレス版はどっちがあれなの、人いるのかね、やっぱ何だかんだプレス4なんていう感じが、あ、ロビーがないんだっけ、はい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 、それやりづらいですね、うん、味気ない感じ、ブレイブルーの家庭用もそんな感じだった気がするな、スティーム版は、うん、あ、そうなんだ、まあね、ロールバックがね、まだ、入ってないということなんで、まあ、日本国内でやる分にはそんなにロールバックがなくても影響はないのかなと勝手に思うんですけどね、海外だからとね、やっぱりロールバックないと話にならないみたいな感じらしいんで待ち望まれるところではありますが、もともと格ゲー版はともかく、海外はベルトナーの、ね、人気っていうのは非常に、特に P4U は P4 は高いんで、そういう意味でもね、夏前にロールバックをしてほしいところではありますが、さあガードして当て身です、真っ暗になる当て身です、あー当て身です、サイクルしっかりやってる、いいガードしてるぞ、あー2ビーチ、あーっとフラフラしたら投げ暴れしてきた、勝利したのはナキリミナズキです、ようこそベルベット、ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所、任務であります、あなたのお姿とその分よろしくさん、ペルソナをイメージなさってください、受けたまわりました、下克上なるか、こちらで行くであります、ロック、ペルソナーを、Round 2
網の乱射で全力で発動、全力で守る、見慣れ、そう、指揮官、そう、回避します、攻撃の情報ピンク、まだまだピンク、まだまだ冷却した、全力で発動、アタック、ヘルソナ、乱射で攻撃だよ、まあ、今ロイ、召喚、踏ん張れよ、待て、空中砲火、少し余裕出てきたかな、発動、ペルソナ、発動、オルギア隊、初急速展開、まあ、言うてる、まあ、言うてる、まだまきませんから、回避します、高機動モンスト、ピンク、スイロック、冷却シーケンス、どうやってたかない、走行が落ちない、ペルソナ、嫌いのか、これぐらいのさ、かけろ、まあ、当たらない、嫌いや、稲月対アイギス。店長は順平触ってたらな、見たけど。あなた受けたまわりました。あとはアイギスは俺が地元で対戦相手探してる時に会えた記憶はある。微笑むのか。だからペルソナの新キャラ知らないんじゃないかな。あとはコンボとオプションができればアイギスはまあワンチャンあるんで、すいません、私ちょっとアイギスはよくわからないので、バースト入ってて、ペルソナは覚醒があるから基本的には覚醒狙ったバーストなんですけど、まあしばらく離れてると他の人も結構高めの早めのバーストが多くなっちゃうんですよね。皆さん、結構、沈めがつい。さあ、スパキャンの読み合いを制して、一本取ったのは、ナキリさんの、これ、恨みなずきでいいの？恨みなずき。さあ、みなずきは2種類いて、片方はペルソナないんですけど、こっちはペルソナあるみなずきで、まあ、攻めの圧がかなり強いから、小腹毛を持ってる。割り方を知らないとずっと固められちゃうんで、さあ下段が入ってコンボは難しい。さあワンコンボ取ってダウン、リバーサル何か出てたけど真相、真相やりはあれですね、そう覚醒状態、このゲーム覚醒があって覚醒状態しか使えない技があるので、これはバースト入って、これはペルソナらしいバーストですね。ワンパーバーストで、これはやり込みで
倒しきる。勝ったのはナキリさんの水月です。水月あざす。はい、というわけでナキワンピーガは見事に勝利しました。ですよね。俺なんかどうもそういうね敵キャラを選んでなぜか選んでしまうんですよね。などしててようこそベルベット。ここは夢と現実、精神と物質の狭間。負けられない。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。それでご分。そう、立ち B からダッシュ A と、足払いでタックかけるようなキャラだと、だんだんイニシエの記憶が。ラウンド1ファイト。2人とも準備はいいか。受けてみろ。さあ、結構見る機会の多かったこの陽介番長ですね。この組み合わせ、まあ、原作ではね人気のコンビでもありますので。さあ、手数の陽介と、あとはオールマイティーな番長、この2人の組み合わせですが、徳川がすごい。ディレイで投げ暴れを誘ったが当てみ取ってくる。このゲーム当てみのね、当てみ系の逆切りの持続は結構長いから、あ、まだ判定あるんだみたいなことは結構ありますよね。さあ、ディレイ 2B で対空していくが、コンボが怪しい。さあ、これは覚醒からハガルダイン行ってワンモアバースト。ここでバースト見え。さあ、十文字ギリ自然はしっかり出る。 100% コンボは覚えている。どう、確かにシンプル。一方選手したのは番長。マジ上からクライ投げて、始まっていく。上から落として、さあスライディングから攻め込んでいく。立ち A だがコンボがちょっと怪しい。ラスタジビーからさあサマーソルトの裏が結構食らう。ディレイに B が当たってバスト、ワンボアマーガルダイン。さあ体力的にはいい感じで覚醒を、しております陽介。番長はゲージがある。下段、下段はディレイタチェで相打ち。さあ釣られない。ダッシュ投げ、ワンモアバースト、十文字えらいえらい、しっかりやってた。勝利したのはゾーボンの番長フィン陽介を下しました。さあ、素晴らしいです。当時散々やったということで、お前がいるから強くなる。そうだ、ライブようこそベルベット。ここは夢と現実、精神と物質の出撃であります。あなたのお姿とその分身、なんかよく見るペルソナをイメージなさって対戦ですねそんなことないご分。この牙城をぶち壊せるか。懐かしの対戦。ラウンド1、ファイト。
すんなり動き始めてる。やり込んでるんだけど、この男なんでだよ。じりじり燃やしてるけど、時うせの遅かったね。もう一回ぐるぐるで、ここは夢と現実、精神と物質の狭間。あなたのそこを思い出すまで行かなかった、間に合わなかった。悪いけど負けねえよ。受けたまわりました。この戦い、そうそれぞれの実力が試されます。さあ行きましょう。泣きりみなずき対フィンヨウスケ。泣きりみなずきが勝てば優勝となります。おいこいつ、出しに逃げて、出しに行って、このままでは非常に取られてしまいます。これが見えるか。さあどちらも高火力というよりは手数の、キャラですね。2キャラともだと思うんですが、宮崎はでも火力出せ出るか。確かにこのゲームの火力、低火力って1000台とかだもんね。2000とか普通に出ちゃったらまあまあ減るイメージですけど、3000出たら普通に減るかね。さあ現在リードしているのは陽介ですね。さあこの下段、俺ボス下がり逆に食らわないんですけどね。普通の EX チューダーの方やられたら逆に食らうのかもしれないですけど、逆にボス下がしてることで俺は食らわないという上級者向けの崩しですね。さあガルダインで突っ込んでいく。ワンモアからあーっとミスった。ここはガーキャンして、このゲームガーキャンもあったか。リピー対空から EX ムーンサルト、さあきっちり倒す。
一本先取したのは陽介。徳がして立ち合いで割っていくとか、そうです、恐らく確定ではないんでしょうけど割っていく。やっぱこう考えるとあれっすね、ギルティとかのメルブラムだっけ、パニッシュ、反撃確定みたいな硬直にっていう、あの表記はいいっすよね、わかりやすい。まあ、初心者からすると文字がいっぱい出てきてよくわからんみたいな感じになるかもしれないですけど、やってる側としては、いや実況解説的にはすごいありがたいですね、パニッシュの表示が。ペルソナなんか展開早いんでね、パニッシュなんか こういうところでね出れば分かりやすいって分かりやすいですけど、さあ逆揺れ誘う、誘われたらしっかり待っていきました。さあ立ち引いかなんか出る前に殴っていく、うまく拾って決めていきます。さあ皆月も逆切れ、ジャブ攻撃通して、さあバーストはかわす、スカジャからコンボミスる。さあどうだ、早い出した知恵が当たって勝利したのは、フィンの陽介となりまして、これどうなるんだ。呪術ではお客様の挑戦いつでもお待ちしております。得失点差になるね、4-3でプラス1で、4-2でプラス2で、フィンが、4-3でプラス1。はい、つまり2020は聞いたんですね。優勝は、泣きりみなずきです。はい、拍手。フィンさんが俺に手心を加えてなければ優勝したかもしれないね。はい、というわけで、ダケリさんの優勝となります。ダケリさんちょっと後で写真を撮らせてもらっても大丈夫ですか。はい、というわけで、まあね、なかなか反応をするものの集まるのは難しいというところがあったのかもしれませんが、本日の P4U2 ゴイジャリ大会これで終了となります。皆さんお疲れ様でございました。